はい、こんにちは。アキラのゲームへこそ、タイザXの実況です。まさかの年始に黒サンタ。ということで、1月ももう半ばに差し掛かろうとしている、今ここで黒サンタのサタンが、実装されてしまいましたので、その性能についてチェックしていこうと思います。では参りましょう。ではまず基本情報から見ていきます。黒サンタサタンは速度属性の魔王となっています。最大強化時 HP が 19,113、 防御が 1,041、 攻撃が 2,815、 速度が 1,478。 無印サタン同様にパッシブスキルで毎回攻撃時に攻撃力が最低でも 7% アップします。さらに最大覚醒時に0ターンで必殺発動ができて、その際に戦闘中持続するスピードプラス 35% が発動しますので、それを追加しています。で、魂の共鳴システムは今回は追加なしです。結果ステータス指数は体力が19、防御が10、攻撃が30、速度が20、合計で79。共鳴なしで79ってね、かなり高いっすよね。クリスマスルシファーとかベリアル以上の数字となっています。で、さらに攻撃30、速度20ってのは、速度属性の中だったらダントツ1位。共鳴ありのレビアタンよりも高くなっています。で、無印のサタンとの比較をしてみたんですけども、無印サタンは応援とパッシブスキルが乗ってきますんで、攻撃力はもちろん速度以外の項目についても無印の方が高くなっています。続いて通常技が 99% 攻撃で3回ダメージ、対象に雑力を付与し行動前自身に会心を付与する。行動時ターン数が25以下、25を含むの場合自身にシールドを付与する。行動後対象の体力が 60% 以上の場合、さらに 200% 攻撃力の1回ダメージで追撃する。雑力は攻撃力マイナス 7%、 最大累積5回持続3ターン、会心が会心率プラス 5%、 最大累積5回持続3ターンということで、まず対象 HP が 60% 以上で 200% の追撃入るっていうことなんで、結局合計で 497% のダメージが入る。で、これが最大値の攻撃力2815と掛け合わせますと、約 1.4 万のダメージを与えることができます。なので、かなり火力高い通常攻撃なんで、1体撃破できてしまうかもしれないですね。続いて強力技が、範囲敵に対 CT3 ターン、370% 攻撃力でダメージ、対象に黒牢呪縛を付与する。行動前、味方全体の復活禁止状態を解除し、この攻撃で会心が発生した場合、自身に全ダメージ軽減を付与する。行動後、行動ゲージの一番高い技属性の敵3人に麻痺を付与する。黒牢呪縛がスピードマイナス 35% 持続1ターン。麻痺が行動不能かつ、非ダメージが増加する。持続1ターン。全ダメージ軽減、この状態にあるとき全てのダメージを1にする。持続1ターン。ということで、まさかの復活禁止解除ということで、サンタルシファーの唯一性能の復活禁止がこれで解除させられます。で、回心発生で自身に全ダメージ軽減が入りますんで、そういった意味では、性質は高めが適性高そうですね。で、火力も高い攻撃だと思うんですけど、ここ注目すべきはやっぱ麻痺ですよね。これ3人に対して麻痺付与してくれますけども、初期状態からだったら2人に付与することが可能になってます。で、必殺技が 660% 攻撃でダメージ。行動前自身に挽回を付与する。敵全体の行動ゲージマイナス 75%。この攻撃で敵を倒した場合、さらに 660% 攻撃で体力の一番高い敵に追撃ダメージを与える。挽回が攻撃後さらに通常攻撃で追撃し、自身のスピードプラス 35% 累積負荷、戦闘中持続する。ということで、まさかの挽回持ちです。で、この挽回についてね、ちょっとね、まだね、条件があるんですよ。これ後ほどのパッシブスキルでまた話します。で、まず 660% という高火力で敵を1体倒した時に、同じ高火力でもう1体攻撃できる。だから多分うまくいけばね、これ2体倒してるんですよ。で、さらにこれが準備0ターンで発動が可能なんですね。スキル覚醒はマックスまで必要なんですけども、それが0ターンで発動できるっていうのは結構でかいです。で、それによって挽回発動で速度アッププラス毎回追撃で最速最強になれるのでかなり強いです。続いてパッシブスキルが国国守護、戦闘開始自身が幻惑凍結逆風に免疫で、国土挽回、自身が攻撃するあるいは攻撃を受けるたび自身に1回国土を付与する。国土が5回累積した状態の時に必殺技を使用すると自身に挽回を付与する。国土が攻撃力プラス 7%、 最大累積5回、持続1ターン、解除可能。挽回が攻撃後さらに通常攻撃で追撃し自身のスピードを上げる。累積負荷、戦闘中持続する。頂上決戦、対人戦のみ発動。戦闘開始、敵の中に憤怒の魔王サタンがいる場合自身に頂上決戦を付与する。頂上決戦、攻撃力プラス 35%、 戦闘中持続する、解除負荷。というわけで、まず幻惑と逆風に免疫があるってことは、正月アスモデウスに対して対策できる。かつ凍結に対しての免疫もあるので、サンタルシファーに対しての免疫もあると。で、先ほどの必殺で挽回が付与できるってありましたけど、このパッシブスキルによって5回付与されてる状態なので、開幕の時に自身が5回殴られた場合、開幕の時点で必殺技を打つことができます。で、そうじゃなくても、クロサンタは速度がかなり高いんで、それが結構効いてくるんですよね。攻撃回数さえ上げれば、かなり早い段階で挽回させることが可能になってきます。そういった意味では、速度を上げてくれる酔い闇とかも適性高いですよね。で、面白いのが、この対人戦でサタンがいた時ってのがプラス 35% アップするんで、共鳴システムで強化されたサタンに対しても対抗できるぐらいの火力を持つようになるかと思います。
というわけで遅れてきた黒サンタサタンの評価ですけれども、超強いキャラだと思います。人権級とは言えないかなというふうに思ってます。まずね、通常攻撃が強いんですよね。もうずるいレベルで強いです。でそれと挽回っていうユニーク性能と速度の高さがこれ合わさるとね、かなり強力なんですよ。まず攻撃と被弾の5回累積で挽回発動して、その結果さらに速度が上がって凶悪な通常攻撃が毎回追撃で入るという。でしれっと強力技に麻痺が入ってるんですよね。火力だけじゃなくてこういう嫌がらせ機能っていうのも黒サンタは持ってる点が強い。でさらに強い点が免疫なんですよね。しれっとこれ3種の状態上免疫持ってるってかなり貴重なんですよね。でそういう相性のいい固有性能と、麻痺機能と、強固な免疫機能で、そこに合わせてクリスマスルシファーの復活禁止を阻止したり、共鳴システムでかなり強くなった魔王サタンに対して強力なバフがかかったりという点を考えると、超強いキャラっていうことになるかなと思います。で人権級かなと思ったんだけども、僕の中で人権級って、一つ条件がありました。それが個としての強さというよりかはパーティー全体をどう強くしてくれるかっていう点を考えてます。でそういった意味ではこのサンタはそういう機能ないんですよね。パーティー全体に対してのバフをかけるというか、パーティー全体に対して何かしらの効果を与えるという性能が、全くないんですよね。だそういう点を考えると個としての強さは黒サンタはあるけれども、今後出てくるキャラクターに対して何かしら影響を与えるのかというとそうではないかなと。なのでまあ人権級までいかんけれども、ただすんげえ強いキャラであることは間違いないかなっていうまあ結論になったんですけども、何かしら参考になりましたら高評価お願いします。でまあ正直ね、僕速度属性ってね、今ミカエルぐらいしかね頼れるキャラがいないんで、そういう意味では結構僕は欲しいかなと思ってます。確保しておきたいキャラかなと思いますんで、まだ日を改めてがっつりガチャの動画も撮ろうと思いますので、よろしければそちらの方も見てください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。